ーズ V に聞いてみた月城再編、イエーイ、イエーイ。はい、お次、一番好きな教科は何でしょうか。国語算数理科社会ですか。だいぶ英語も入るのかな。国語算数理科社会ね。高校ぐらいの、あの体育とか音楽とか美術とか、まあ、でも理科は分けてもいいかもしれない。物理とか、ああそうだね、科学とか、うんうん、物理あと科学ね、分けてもいいと思う。生物地学、うん、そうね、地学あんまりね考えたことないんだよね、好きな教科。高校あたりまでで考えられる教科かな。高校あたり、なんだろうな、高校何授業あったっけな、記憶が飛んでます。ちなみに双葉とかは何が好きとか得意やったんですか。双葉は好きは科学かな。あ、数学も好きだけど得意じゃないんだよね苦手なんだよね。うん、好きだけど得意だったら国語かな。あ、国語、え、好き、今回好きだよね。今回は好き、うん、だからできなくても大丈夫、うん、できなくても好きだったら大丈夫、大丈夫。そうそう、先生はおもろかったから好きだったんで。そう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 、そういうこと。お、みんな整った。お、みんな整ったということで、伊勢にオープンしたいと思います。せーの、のどん。お、家庭科家庭科で、現代文、過去、国語、理科、社会はどこに行ったんだ。数学家庭科でもまあ教科だからね、うん、確かに家庭科、家庭科も教科だよ。調理実習で美味しいご飯が食べれるっていうかなと思ってご飯持ってきちゃったか。確かにうまいもんな、うん、うまい。また食べ物ですか。食べ物、裁縫関係とか通すんだよ。裁縫はなんかミシンに布ねじ込んだらできたとか言うかな。ねじ込んだら、ね、じ込んだ、家庭的なさや数学も一定数いるね、ファンが、うん、まあね、じゃあ理系って感じの、なんか数学、そうだよね、なんか数学系って好きな人いるよね、なんでいるね。そんな疑問がらないでください。でも一番楽しいのは数学じゃないかじゃあ本人に聞きましょうか。はい、はい、一番好きな教科は何ですか。一番好きな教科は家庭科でした。おー、やばそう、家庭科、ね、私割と裁縫とか好きだったから。あ、ねじ込むわけではなく、うん、ねじ込むわけではなくねじ込むなよ、ねじ込むなよ。料理ではなく裁縫の方だった。裁縫、あ、裁縫の、そう、裁縫好き。なんか家庭的だ、ちまちましてやるのがすごい好き。すげえ。調子だ。逆にね、苦手なんだけど、料理できない。あ、料理、あ、料理で食べる専門です。食べる専門です。皿洗いぐらいしたものを食べましょう。食べる専門です。はい、次の質問です。とっておきのストレス解消法は何でしょうか。とっておきのストレス解消法。あ、やべ、二択だ。二択。ああ確かに。あ、まあ先ほどの流れとしては、そうね。一個ですわ。さやちゃんはあるみたいです。いや、こっちか。いや、あるよ。いや、でもここであえて全然違うのを答えてくるのが月城やと信じる。せつなちゃんずっとそれにかけてない。変な期待されてるんだけど、やめて、やめて。やめてくれ。これはさやちゃんが答えるからな。困るぞ。困るぞ。そうだぞ。そうなんだよな。わしが答えだ。そうだぞ。なんだろう、話の流れ的には絞れるけど。あ、すみません、早い。ちょっと整いました。お、気に入り。お、みんな早い。早いね。早い、うん。じゃあもう早速
オープンしましょうか。いきます、せーの、のカラオケ、寝る寝る、あ、ちょっと待ってた。なるほどなるほどな、確かにな、なるほどな、話の流れに忠実な2人と期待しているせつなちゃん。なんならさっきから書いてたの。カラオケな、確かにな、発散はできるよな。意外となんか大声出したらストレス解消できるみたいなことを、まあ、うん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 、だからそのノリで、きっと月城ならカラオケに行ってくれるはず。カラオケに行ってくれるはず。寝る寝る、これはもう話の流れかな。そうだね、そうだね、イメージ強いよね。ではもう早速本人に聞こうかな。では、取ってき、あ、取ってきってなんだ、取っておきの取っておきの取っておきのストレス解消法は何ですか。いや、もうこれは本当にね、ね、うん、寝ます。寝ます。私は寝ます。はい、やったー。はい、いつもの、大声で叫びたくなる時もあるけど、うん、基本カラオケがね、お家の近くになくて、ああなるほど、そうそうなのよね。カラオケあったら行ってたかもしんないけど、そう、大声出したい時はだいたい枕に顔をうずめてうわーって言ってる。うわおやすみって言ってんだよな。おやすみ。叫びながら寝ます。そのまま寝る、ね、叫びながら寝ます。いや寝ないよ、違うよ。あれ寝ないの。叫びたい時は叫ぶけど。叫ぶと寝るは別だよ。ちょっとだから、あの、今度カラオケどっかなんか連れてってもらって行きますか。行きますか。連れてってもらって。はい、ではお次、人生で一番驚いたことは。驚いたこと、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 これはもうみんな各々エピソードあるやつですね、うん、驚いたことか、さやちゃんが驚いたエピソード考える、エピソード、そうだよね、うん、ああ、なんだろうか。ではでは、ご記入どうぞ。驚いたこと、驚いたこと、これはもう人によって絶対違うもんな、うん、うん、自分の昔の話になるからね。自分の昔の話の驚いたことを書く。違う、さやちゃんの、さやちゃんの。なんだろう、あったっけな。そうそう、なんかめっちゃ驚いたこと、めっちゃ驚いたこと。さやちゃんって驚くの。いや驚くよ、驚くよ。なんか驚くとこ見たことない気が、え、あれ驚く、いや感情は豊かだなって思うけど、驚かない人にされてしまった。あ、最強みたいな。え、驚く、驚くよ、驚くこともあるよ、私でも。思い浮かばないから適当なことを書くぜ。その適当なことやばくないよな、大丈夫。いや大丈夫、適当なこと書いて当たったら万々歳だよ。やばいことは書いてないはず。そんな、お前それはやばいやろみたいな回答はしてないから安心してほしい。じゃあ大丈夫。驚いたこと、驚くって結構いろいろ種類あるよね。驚く、焦る、なんかなんだろう、怖くて驚くとか、そうね、びっくりする系とか、なんか衝撃的事実を知って驚くとか。うん、そうね、いろいろあるよね。お全員OK が出ました。ほぼほぼ全自利品やな。自利品。では、ね、これ一斉にオープンしたいと思います。せーの、はい、せつなちゃん、リンゴが木から落ちた。かの有名な人だ。君だったのか、天才だったのか。さやちゃん天才でしたね。きっと月島が驚いてくれると思って。天才だったかもしれない。リンゴが木から落ちたんだ。これで覚えたらすごいね。ひらめいた。ひらめくな、そこで。ひらゆくんは実はすごい PC を持っていた。これはたまげた。実はすごい。あんたじゃない、自分のことか。いや、あんただよ。あ、なるほど。最初すごい PC だって気づいてなかったから
知った時にびっくりしたってことだね。あ、そういうことね、そういうことね。あ、でもありえるね。月し月しろの PC はつよつよなんですっていう話ね。そう、つよつよなんですっていう話、うん、なんかいいな、いいな。一部メンバーからはすごい疎まれてるぐらいの、よこせと言われるぐらいのうまい。つべくんは学校を寝坊した時、あー驚くね、焦る、ビビるよね。ビビるね、気も冷えるよ。わあ、やっ終わったってなる なるこの中にそれが一番驚いたことっていうのはすごい嫌だな、それはそれそうだね、結構そうだね、規模が小さい、いやなんかこの人遅刻してるのかみたいなんで、みんなに見られそうで嫌だよ本当にそうだったとしても言いたくないね。そうだね言ってくれよ。じゃあ本人に聞いてみたいと思います。人生で一番驚いたことは何ですか？人生で一番驚いたことは、パソコンの部品でパソコンが買えることに驚きました、私は。パソコンの部品でパソコンが買える。部品の値段でだね。パソコンの部品の値段でパソコンが買えることに驚きました、私は。確かに。なんかスレスレで当たってるような気がするけど、スレスレで当たってないように気がする。自分のパソコンのパーツがっていう話、うん、そうちょっとね、パソコンのちょっとパーツを、うん、私の兄に買ってもらったんですけど、うん、てか自分でまあお金出したんですけど、うんうん、こんなに値段するのかってびっくりしちゃった、うん、高いよね。パソコン買えるじゃんって思ったもん。おかしいよ、ね、おかしいよ、あれ買えるね、買えるな。あ、それが一番驚いたかな。じゃあ7、8割ぐらいでかいか。え、リンゴが木から落ちていや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 もうそれじゃないよ。ああ、すごい PC を持っていたな。いや、すごい PC を持っていたのかな。あ、確かにね、7、8割は正解な気がする、うん、結構最近の話だ。いやでも多分リンゴが木から落ちることもびっくりすると思うよね。うん、天才だな。天才だわ。すごいで、ね。私天才だわ。すごいな。気にしたことなかったよ。よく考えたらおかしくないか。なんで落ちるな。こりゃ大物になるぞ。はい、ではお次は座右の銘は。あ、出たな、出た、座右の銘、出たな、座右の銘、難しいんだ、敵みたいにそれは難しいんだ、座右の銘、ほんとこれ難しいんだよな、これはもうね、うん、座右の銘検索調べに行ったなんだろうっていうので、なんか座右の銘の例みたいな、礼、うん、ではでは、ご記入を、まあ、座右の銘、言葉とかもあるしな。そうなんだよね、大体なんか何でもいいし、自分で作った言葉でもいいからね、これ、うんうん、今から自分で作られるっていう、あ、今から自分で作りますか、やめてくれそれは作ろうかなあ、ちょっと自作はダメという言葉をいただきましたので、自作、え、まあ、ある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 か、スタッフさんがね出してくれてるけども、スタッフさんが、スタッフ、スタッフ、スタッフが、座右の銘、四字熟語とか、あー全然知らない四字熟語出てきた、わかんないやなんだこれでも四字熟語やったらあれよ、適当に漢字並べてあたかもあるかのように語ればワンちゃん収録中にはバレへんくって流される可能性、編集でないですって、あとでバレるよバレるよそんなことわざありませんってなんだそれってあー、これでいいや、これにしよう、なんか知ってるやつにしよう、はい、はーい、ゲイ、ではみんな整ったということで、一斉に回答オープンしたいと思います。せーの、どん、つのちゃん、ネルコは育つ、あー、あ、何これ、知らないのある、平井くんは、コーチムユって、
読むみたいですね。わかりません、意味はわかりません。知らないです。何の心配事もなくぐっすり寝れるってことです。あー、なるほど。わー、すげー、いいねこれ。で、はずめくんは、かほは寝て待て。あ、もうみんな寝てる。みんな寝てるね。みんな睡眠に関する、やっぱり睡眠なのかな。高い枕で寝れる、何の憂いもなしで寝れるっていう。あー、なるほど。確かに、納得だわ。より熟語ってすごいよね。では、ご本人に聞いてみたいと思います。はーい、はい。ズバリ、座右の銘は。座右の銘は、寝る子は育つでね。お願いします。あ、やっぱりお願いします。寝る子は育つでお願いします。当たりおったよ。あー、当たっちゃった。いや、なんか調べてて、なんかないかな、なんかないかな、うん、あ、そう思えば寝る子は育つって言うよな。これだわって。寝たら育つしな。それ私のことかな。よし、これ確かに。それ多分寝る子は育つよりも、カホは寝て待てが早かったら、カホは寝て待ってあった可能性もあるってこと。そういうこと。なるほど。カホの寝て待てはただ寝るだけじゃなくてね、やるべきことをやってから寝て、ただ焦らず待つだけだから。もうちょっといい言葉ということで、まあ、けど寝る子は育ちということで、やったー。正解いましたね。浮き城マスターになります。浮き城マスターになります。マスターに俺はなる。まあ、ということで全部いいから、座右の銘のところにこれ全部書いとくね。私の座右の銘は、寝る子は育つと、カホは寝て待つ、寝て待てと、コーチームユアです。ありがとうございます。書いとこ。全部睡眠に関する言葉じゃんって。寝る。よし、書くことが増えました。はい、次、最後かな。一番好きなデンちゃんの動画を配信は。あー、はい、探していきます。探すな。覚えとけ。おー、探す。俺も探しに行こう。いや、ちゃんとした名前覚えてないから。予習復習。ちゃんとした名前、ちゃんとした名前じゃないな。なんか配信のタイトル、これで本当に合ってるかだけ見てくる。配信動画、うんうん。あー、まあ、これはみんな見て大丈夫か。合ってる、うん、合ってる。選んでも第何回かは、ね、本当にやってることを書いてたらセーフ。うん、いいと思うよ、うん、あの配信みたいな。おー、あの配信伝われば、OK、配信と動画だよね。うん、動画も OK。 OK、 どっちか。配信と動画好きなか。めっちゃ過去のやったらどうしよう。びっくりしたわ。わかんないよ。わかんないよね。めっちゃ過去のやつ出してくるかもしれないよ。ありえるよね。これかな。これほんと怖いんだよな、そういうとこあるから。あ、けどこれ俺面白かったんだよ。待ったな、ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。だからリクスとかあげてもいいと思うな。ちょっとどうしよう。困った。いっぱいあるよね。いやー、どうしよう。どうしよう。じゃあワンちゃん、なんかこの回ありそうやなっていう回にしようかな。これかな。なんならもうこれは複数回あげてもいいと思えてくるけどな。いい？ダメ？サクさん。ダフさん。サクさん。俺はもうこれ一つで決まったね。複数は OK ですか？あ、感情の方なしだ。良いかと。あ、いいですか。ありがとうございます。今スタッフさんから OK もらいました。なので複数ですか。じゃあ、お、皆さん整いましたかね。整いました。はい、じゃあみんな OK ということで、一斉にオープンしたいと思います。せーの。お、あれ、みんなハロウィン。すごい全国一致だ。なんかそれはそれすごいな。今回初じゃないかな。え、そんなことある。すごい、やっぱこれでしょ。ふさわしいな。だってめちゃめちゃ楽しそうだったもん。あれは楽しかったね。本当に。いや、あの、普通にカラフルホワイトか迷ったんだけどな。悩むね。そこはあれはすごい良かったから。すごい良かったから迷ったけど、うん。では
答えを聞いてみたいと思います。はいはい、あ、ね、古い順で言っていくね。あ、オッケー、はーい、うん、で答えははいはい、ハロウィンのそれね、みんな言ってるやつと、はい、カラフルホワイトと、はい、あれですね、お正月のやつ全部って言いたいんだけど全部はダメなんだから、うん、そう、まあお正月のやつって言っとこう。あ、正月イベントですね。あれだけでお正月だって正月って7個、そうそうそう、ショートのやつ、お正月のやつはね、うん、7かそう、すごいね。あのね、まずハロウィンはね、うん、ハロウィンはねすごい楽しかったよ。楽しかったね、あれはすごい楽しかったよ、もうみんなでわちゃわちゃできてすごい楽しい、あれは楽しかったのと、やっぱね、あとカラフルホワイトはね、あのなんか初めて歌ったし、いや、めっちゃいいやんって、めっちゃいいやん、あれは本当に、うん、よかった、あれは良かった、何これすげえやんってなったからの、そうそう、感動したわ、だからですね、ね、お正月のやつはあの、うん、見たらわかる、おもろい、わかる、おもろい、やだ、あれ見られたくない、あれ面白いけどね、動くなんか無限に楽しめられてるんですけど、正月のすげえ好き、なんかみんな全然違うしさ、うん、あのちょいちょい見返してますちょいちょい見返してます、ちょいちょい私はお正月のやつ自分の以外を見返してますじゃあこの収録が終わったら月城のを見返します。見ないでください、そうしましょう、振り返りしようか、本当振り返すか、思うんだ、お正月のやつみんな多分自分のは見返したくないと思うけど、人のは面白いんだちょっとわかる、はい、最後の質問が終わったので、これにて月城再編は終わりたいと思います。皆さんに感想を聞いていきたいと思います。ではキズナちゃんから。あ、はい、いや、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、あの月城のそのことをいっぱい知れたなって感想を言おうと思ったんですけど、ただ寝てるだけの人だなって感じました。ああ、やばい、やばいです寝て飯食ってるだけだすげえ人聞きの悪いような感じの言い方になってるないや、後半でもいい話してたから、うん、配信の話してたから、最後だけじゃん、それお仕事してるよ配信のユナの仕事をしてるんだよすごいしてるね、働いてるそういうこと言わないのでは、はつめくんに言っていいかな。いや、もう普通にこれ、ね、もう月城のあらゆる言葉で分かったということで皆さんもね、まあ最後に6号館の唐揚げ丼は本当にうまいっていうことだけ伝えときますありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。そして平木くんかな、うん、すごい面白かった、うん、けどやっぱ回答は寝るが多かったね気のせいです。寝て食べる。気のせいです。寝て食べてゲームしてな気がしますけど、うん、気のせいです。気のせいか。じゃあ、じゃあ、さえちゃんかな。はい、割とみんな私のこと知ってるなーって思いながらわかりやすいんだなーと思いながら話してたね終わりでーす。はい、ありがとうございます。ね、もうみんなの言う通りね、なんか元々のさやちゃんのイメージが別に変わらなかったっていうのはあるんだけど、うん、より睡眠と食べ物が好きなんだなって思いましたね。はい、それではまあこの辺で終わりたいと思います。またね、バイバーイ。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 